このスタジアムの熱狂、皆さんの元へと伝わりますでしょうか。こんばんは、ジョン・カビラです。フットボールファン待望のエキシビションマッチ、日本対ポーランド、この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ中西さん、今日は雨でグラウンドの状態も良くなさそうですね。はい、ボールコントロールが難しいんでファーストタッチに気をつけてほしいですね。そうですね。さあ選手入場です。試合前の記念撮影を行っています。画面は予想フォーメーションになります。前半開始のホイッスルが鳴り響きました。今日の試合の行方を占う立ち上がり、見てまいりましょう。仕掛けるか、コソブスキ、クズバ、パスか、自分で行くか。さあこの位置から、さあかわせるか、ストラルチク、仕掛けるか、ヘディングでつないで、クズバ、カルズリー、タックルして奪います。このボールをクリア、うまい守備を見せます。縦のロングパス、頭を使う、これはクリアします。タッチラインに逃れました。さあこの位置から倒してしまいました。中は4枚、大きく右に開いてきました。ヘッドから、これをインターセプト、コソブスキ、ハイト、縦にボールが出ました。福西、ボールを受けて縦に出して、中山、稲本、小笠原、さあこのボールを前線につなげたい、どう持っていくのか。中山、当てる相手が少ない。カルズに突破させません。小笠原、ゴールを狙う、これはキーパーに取られました。頭でつなぐ、福西、大久保、奪った、稲本、ここでカット、ふっとファールです。ロングパス、クリアは小さい、もっと前へ、これは手に触ったか。デュデク、ハイト、バク、スビルチェブスキ、パスか、自分でいくか。ハイト、これをカット、稲本、大久保、さあかわせるか、左のサイドから先制点のチャンス、後ろからのタックル、カードが出ました、警告です。中は5枚、シムコビアク、ザヤチ、日本中盤でパスを回します。狙ってきた、体を張っている、カルズニー、
ポーランド。立ち上がりここまでご覧になっていかがでしょうか、中西さん。うん、まだスコアに大きくはないんですけどね、期待できると思いますよ。はい、カルズニー仕掛けるか。ポーランドパスをつないでいます。オープンスペースをつけるか。オリサデベ、シムコビアク、スビルチェブスキ、ザヤチ、ブランダーのクロス、しのぎます。ヘッドで回す。ここでパス、サントス大きく前方へ、来た、ゴール、日本先制ゴールを決めました。実に素晴らしいシュートでした。中西さん、いかがですか。これで硬さが取れてくると思います。そうですか。画面ではリプレイをご覧いただいています。日本早い時間で先制点を取ったということについてはどうでしょう。そうですね、できれば前半もう1点取って優位に立ちたいところですね。なるほど、そうですか。クズバ、さあかわせるか。大久保、前半の15分が過ぎました。中山、サントス、稲本、小笠原、中央突破で来るか。ここで再びファールがありました。壁は5枚、直接狙ったが、これは決まらなかった。追加点のチャンスを逃してしまいました。中西さん、いや、まだチャンスありますから、その時に確実に決めてほしいです。マイボールにできるか。奈良橋、秋田、森岡、縦に大きく出します。これを競り合う、仕掛けるか。前方へロングパス、頭で福西、大久保、コショブスキ、ストラルチク、パスをつなぎます。パスか、自分で行くか。ストラルチク、シムコビアク、ハイト、この位置でボールを受けて、さあボールを奪った。中山、稲本、福西、ドリブルで上がっていこうというところ、ボールをもらって今は大事につなげたいですね。中に2枚、ヘディング、うまくカットした。福西、大久保、シムコビアク、サントス、中山、これチャンスですよ。これをキーパーセーブしました。競り合って通りません。小笠原、福西、前、トラップ、大久保、中山、この距離からどうだ、キーパーがキャッチしました。バク、ストラルチク、カルズニー、ハイト、バク、スビルチェブスキ、後ろにパス、ボールを回して、パスを回して、ハイト、カルズニー、ボールを受けて、このボールは右サイドに行きます。シュート、入った、ゴール。前半25分、がっちり食らいついた。監督の期待に応えるシュート、同点弾です。中西さん、はい、よく追いつきました。勝ち越し点も期待できます。はい、ポーランド試合を振り出しに戻しました。中西さん、このまま一気に逆転いってほしいですね。はい、期待しましょう。サントス、
ここでカット、オリサデベ、スビルチェブスキ、さあここからどうするのか。日本左の外から、おっと倒してしまった。中は4枚合わせた、なんとか当てた。服部、中山、エリアの右からヘッドで弾き返す。このボールをカット、仕掛けるか。コソブスキ、大きく右へ、ヘッドで弾かれた。大久保、中山、カルズニー、オリサデベ、オリサデベ、スビルチェブスキ、見事なインターセプト。中山、大久保、手元の時計では30分が過ぎようとしています。パスか、自分で行くか。バク、ハイト、ストラルチク、縦への大きなパス、競り合って大久保、さあかわせるか。ポーランド、ここまで振り返っていかがでしょうか。中西さん、真ん中からの攻撃が多いんで、両サイドからの攻撃も織り交ぜるといいかもしれませんね。そうですね。スビルチェブスキ、シムコビアク、オリサデベ、バク、ハイト、仕掛けるか。ストラルチク、縦に出す、通しません。カットして左サイド、秋田、大きくクリア、いい位置にいました。どう動くか。奈良橋、左、秋田、一気に前方へ送る。ハイボールを競り合う。クズバ、パスか、自分で行くか。止めに行きました。こぼれ球を拾った。中に上がってきている選手が少ない。クリア、マイボールにできるか。この後どう攻めるか。少し戻して、倒してしまいました。中は4枚、これを胸で落とします。打ってもいいんじゃないですか。右サイドから上げてきた、打てますよ。狙って、ナイスブロック。このボールをクリア、前にボールを渡しません。パス、ストラルチク、ハイト、カウンターのチャンス。クズバ、狙いますよ。オリサデベ、シュート、だが得点には結びつかなかった。ヘディング、これをインターセプト、つないでザヤチ、さあかわせるか。ピックアップからロビング、さあチャンスなるか。これを競り合う、シムコビアク、シムコビアク、仕掛けてくるのか。サントス、ここでカット、さあこれを前に出したい。カルズニー、インターセプト、中山、大久保、仕掛けるか。真ん中から上がっていく、ラインに逃れましたが、ここは仕方ないですね。はい、コーナーキックになります。日本、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。福西、中は4枚、サントス、フィスティング、オンゴールになってしまいました。それではこのままリプレイをご覧ください。日本、オンゴールによってラッキーな得点でした。中西さん、はい、運も味方につけたわけですから、このままさらにゴールを重ねていきたいですね。そうですね。
スローインからボローが欲しいところ、左を使います。これをカット、カルズにパスか、自分で行くか、スルーパスを出してきた、カットします。秋田サントス、うまくカットした。オリサデベ、激しいプレー、さあ自分で行くか、サントスワンタッチ、ボールはゴール前、体に当てた、ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。いいですね、とりあえず流れを切ることも大切です。さあセットプレーのチャンスを得ました。短く繋いできた、稲本ファーサイドできた、カルズに、ここで前半終了のホイッスル。前半戦を終わりまして2対1、日本1点リードで前半を折り返します。前半戦を振り返っていかがでしょうか、中西さん。はい、相手に若干助けられた感もありますが、大きなミスもなくいい感じで試合運んでると思います。はい、そして前半戦のスタッツを元に振り返ってまいりましょう。日本支配率では下回っているんですが、このデータをどうご覧になりますか。ただ支配率が上回っているチームが試合にいつも勝てるとは限りませんからね。そうですね、ありがとうございます。それでは引き続き試合をお楽しみください。後半開始のホイッスルが鳴りました。後半戦について一言お願いします、中西さん。そうですね、1点を追いかける展開ですけど、まずは同点ですね。まずはそこから、ありがとうございます。さあかわせるか、服部、福西、稲本仕掛けるか、これをトラップ、大久保、奈良橋、中西3枚、うまくしのぎます。ボールはラインを割りました。この判断でいいと思います。さあここで試合の流れを引き寄せることができるんでしょうか。ここは大事にいってほしいですね。稲本、これはクリアします。このボールをカット、さあクロスを入れてくるか、上げさせない、味方が多い、しのぎます。頭でつないで、ザヤチパスをつないで、服部、この辺り丁寧にいってほしい。稲本、稲本、奈良橋、縦のロングパス、スローインとなります。さあスローインから、さあ左サイドに展開していきます。大久保、稲本、左へ出して福西、どう持っていくのか、お狙ってきた、ガシガシ外してしまった。競り合って大久保、さあ通るか、これを受けて中山、弾き返した、コーナーキックになりました。中西さん、いやいいセーブでしたね。コーナーキックが続きます。入れてきた、頭で弾き返した、ストラルチク、見事なインターセプト、ここから打ってくる、必死のディフェンス。さあチャンスだ、ボールをキーパーへ、競り合ってカルズに、ボールをトラップ、ここでパス、カットして奈良橋、秋田、森岡、そしてヘッドでつなぐ、いい位置にいました。秋田、縦にボールが出ました。ストラルチク、大きくクリア、奈良橋パスか、自分で行くか、稲本ワンタッチで奈良橋。日本後半の立ち上がりどう思われますか、中西さん。はい、リードしてますから、まずまずの立ち上がりじゃないですかね。はい、またもやファールです。中は5枚、中へはいけませんでした。合わせた、胸でトラップして、コショブスキ、クズバ、スライディングに行った、
ボールはタッチラインを割りました。さあこの位置からストラルチク、パスを回す、パスをつなぎます、上がっていく、サントス、フクニシ、スビルチェブスキ、スルーパス、フクニシボールを回して、小笠原、奈良橋、パスを回して稲本、サントス、時計は後半の15分を過ぎました。バク、これをインターセプト、ミドルシュート、キーパーパンチング、コーナーに逃れました。キーパーいい判断でした。日本右サイドからのコーナーです。さあコーナーキックからフィスティングだ、稲本、大久保、コース入りますよ、クリア、チャンスを作らせません。ハイボールを競り合う、ここでカット、スペースはつかせません。このボールをクリア、カルズニー、クズバ、左サイドから上がっていく、切って、後方からタックルに行ってしまった。おっとここでイエローカードが出ました。中は4枚、福西、中山、サントス、中山、服部、前方へ、サントス、トラップして、中山、サントス、服部、スビルチェブスキ、さあかわせるか、おっと倒してしまった。選手の交代があるようです。前線の選手を変えてきましたね、中西さん。はい、彼の持ち味で試合の流れを変えたいんではないでしょうかね。はい、これをもう一度縦へのパス、コソブスキ、中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。パス、奈良橋、さばいてボールをもらって、サントス、パス、ポーランド、後半の半ばになりましたがいかがですか。はい、少しディフェンスラインに負担がかかっているので、もう少し高い位置でボールを奪えると展開も変わってくると思います。そうですか。これはチャンスか、跳ね返されます、インターセプト、小笠原、ポーランド、ボールを回す、サントス、稲本、秋田、縦への大きなボール、これをカット、スペースへ出せるか、稲本、仕掛けるか、うまくカットした、クズバ、カルズニー、ロングパス。日本後半ここまでどうですか、中西さん。はい、前半よりも動きが非常に良くなっているので、この勢いのまま勝利を目指したいですね。そうですね。左のサイド上がっていきます、福西、中山、パースをつないで、バク、シムコビアク、ハイト、ポーランド、ちょっと苦戦してますね。あまり調子悪いとは思わないんですけどね、ちょっとついてないですね。そうですね。ボールを運ぶ、バク、つながるか、キープして、これはクリアします。バク、ハイト、ストラルチク、ポーランド、ここまでいかがでしょう、中西さん。前半に比べてちょっとパスが前線に行かなくなりましたね。ちょっと苦しいですよ。はい、パスをつなぎます。時計は後半の30分を過ぎています。しのぎます、マイボールにできるか、通りません。鈴木、サントス、さあかわせるか、サントス、中山、仕掛けるか、スルーパスは、キーパーボールを抑えました。ヘディングでつないで、
仕掛けます。ザヤチ、これチャンスですよ。中央突破だ。ペナルティーエリア大きくクリア。足元のディフェンスがしっかりしてますからね、なかなか突破できないと思いますよ。はい、楽しいですね。カルズニスビルチェブスキ、ハイト一気に出した。ザヤチ、同点のチャンス。オリサデベ、体を張っている。奈良橋滑り込む。このボールをピックアップ。カルズニクズバ、さあ同点のチャンスになるか。ヘッドで弾かれた。クリアが小さい。フィニッシュさせません。後ろへバック、トラップ、オープンスペースをつけるか。中に3枚、ここは跳ね返します。上体で受けます。パスを回して、パス、ボールを受けて小笠原、福西、さあ前に何人いるか。服部、右に展開します。これを競り合う。ボールを受けます。右へ叩いて前へつなげたい。オリサデベ、シムコビアク、ピックアップからタルズニー、このボールをカット、クリア。バク、ハイト、タルズニー、コソブスキ、どう動くか。クズバ、オリサデベ、打ってもいいんじゃないですか。ここから打った、なんとか当てた。不十分なクリア。カルズニシムコビアク、シムコビアク、スビルチェブスキ、このボールをクリア。ここで素晴らしいインターセプト。ハイト、受けてカウンターになるか。しかしクロスは直接キャッチされてしまいました。福西、中山、パスか、自分で行くか。果敢なスライディング、スライディングタックル。服部、サントス、鈴木、あっと倒した。ファールを取られます。ここで選手交代。攻撃的な中盤の選手を入れてきましたよ、中西さん。2列目からの飛び出しを意識したいんじゃないですか。なるほど、ゴールを期待しましょう。右にさばいて、これをトラップ。オリサデベ、こっからどうする。低いクロス、シュート、ゴー。後半終了間際、スコアをタイに戻しました。素晴らしい、中西さん、非常にダイナミックな攻撃でしたね。いや、サイドをえぐっていい形での得点でしたね。はい、ポーランド、スコアをタイに戻しましたね、中西さん。はい、非常にいいイメージできてると思いますよ。この流れに乗って逆転できたいですね。そうですね。福西、奥、さあかわせるか。左を使う、福西、福西、奥、大きく前方へ。稲本、これを受けてミドルできた。またファールがありました。試合終了の笛が鳴りました。ポーランド引き分けに終わりました。さて中西さん、今日の試合について一言伺わせてください。はい、まず負けなかったことが評価できます。ただ勝てるチャンスもあったんで、今後はそういう勝負強さも必要になってくると思いますよ。そうですね。そろそろお別れの時間です。今日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それではフットボールを愛してやまない皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。